こんにちはー。ちはー始まりましたオリジンチャンプル金曜日本日のお相手はすっとこどっこい蕎麦ショート、はい、すっとこどっこいプーキーと、激ダウセゴヤミズキです。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。ねえ、気温の方も暖かくなってきておりますがね。ね朝は寒かったけどね。ねえ、ねまあいいぐらいですね。 今の時間帯が、ああまた夜が寒くなってくるんかなとか思って、たま俺だから長袖着たりとかさ、する気候ですね。はい。いや、はい。得意得意ですね。はい。伸ばしながら時間を使う。最近なんかあのテレビでもやってたんですけど。はいはい。

何々フレンドねお友達フレンド西足西な何で二回行ってる前最近そういうのが流行ってるらしいですよおふれっていうのは何なんですかおふれがねお風呂フレンドの略語らしいですう言ったらセフレじゃないですかそうそういうことなのよ俺が言いたいのはねもう言ってるやしもううソフレもあるしね そういうフレンドね。へそうなの？ソフレはそういうフレンドっていう。これ前一回話したんですけど。あとチフレもあるしね。チフレはね。うん。チフレはあの乳首フレンドね。いや違うね。化粧品のメーカーでしょ。化粧品のメーカーでしょ。ああ、だって分かってるんだったら。それは言っちうこれ分かんてないからボケていくんだよ。ああそういうことね。ごめんね。そうだからオフレがね、お風呂フレンド一緒にお風呂に入る。 まあ、お風呂に一人で入るのが、うん、寂しいという男女が<は>一緒に、うんえー、お風呂に入り、まあ、そんな、ね、関係変な行き過ぎない関係でお風呂に一緒に入るだけっていう意味の、はいうん、お風呂っていうのがあるらしいですけど<う>そんなわけないやし俺が言いたいのはそんなお風呂だけ入りたい男女っているわけないやし。ね、お風呂いっ 一人で入るの寂しいっていう人いますこの世の中で一応俺は寂しいよいたね俺は寂しい横にいたねーこんな身近にいるんだねだからたまに俺お父さんと二人で風呂入るもんお父さんと一緒にお父さんと一緒お父風呂入るもそれはおふれだな背中流しながら気持ち悪い気持ち悪いなんでいいんじゃん、気持ち悪い仲いいもん、僕、お父さんの気何キャラおふれ ねえだからこれんの、どういうことなんかっていうところなんですけど、うん、そんなオフレ以外もね、うん、あるんですよ、い,すね、いろいろと。はいはいはい、何とかフレンドがそうこれももう単純に単純なんですけど、あふれ、何の略語でしょう、<ー>何,何フレンドね、これまな同じように。 要はあれか、あの溢れはあれでしょ。何？お風呂の、うん、あの水溜めた浴槽の水が溢れるフレンド。<laughs> なんで風呂関連で寄せてくるば。<laughs> あ違うの？違うね。あ違うんか。これ上げ足を取るフレンドの略語らしいです。は？なんでそれ？なんか裏ではなんか、うん、悪いこと言ってますよみたいな。 揚、あのー、げ,げ足を取るってことはてて表面上の付き合いみたいなこれはね、あのー、表面上の付き合いであんまり仲良くない人とかいるじゃないですか、うん、そういう人が噛んだ時ってちょっとあ今噛んだなって心の中で思うけど言えないじゃないですかそれを言う人なんですよそれ,それを言え合える仲関係揚げ足を取りたくて仕方がないけど、うん、人間関係に亀裂が入るから揚げ足を取れないだからあふれというのは 人間関係に亀裂も入らないようなお互いの関係性で揚げ足を取ってもお互い許し合える中、うんうん。ああ、ま、簡単にしたら親友,そう親友ね、仲がいい。仲がいい親友という言い方の別であふれというのがある。えー、えじゃあ、アグレはアグレ。アグレは。うん、あのー あ、求人雑誌。そっかそっかそうだよな。求人。あ、ま言ったらそれも友達だもん。なヤンキーヤンキー4がなんかその働きに行くっつって、本土の方に行って季節で働いてきて、お金稼いでみたいな。アルバイトこれあるよっていう教えてくれるフレンドで。教えてくれるヤンキー4人。 あ、それ違うでしょそれは違うやつでしょう。あぐれね、あれは。そう、あふれとかもあるらしくて。これももう親友でいいやしっていう。親友でいいな。うん、うん。誰が作ったの、この言葉って思うんですけど、これ他にも、いふれっていうのがあるんです。待って、いふれな。いふれ、いふれ。いふれ。これももう、何々フレンドですね。い、い、いふれ。い、くフレンド。いくフレンド。違うな。 フレ、ご正解いますね。いやいやい,いですよ、もうもう出なかった出ないでいいですから。いいですよ、フレンドじゃいいですよ、フレンド。あ、今のこと違う違う、今の言葉じゃなくて、うん、これ、一心伝心フレンドの略語らしいです。言葉によらず、<ー>お互いの心にメッセージを送り続け合う男女同士の関係を示す。はい意味わか。あうう全部男女の話全部男女の話なんですよ、実は。女子同士男子さっきのあふれも、この何々フレンド、ソフレ。 オフレイフレアフレ全部男女関係で使うような言葉らしいんですよだからこういう「何々フレンド」っていうのがあるらしいです要は言っちゃいけないですけどさっきのあのねセフレも男女関係の言葉だからこのイフレとかアフレとかもまあイフレ意心伝心心で通じ合う男女関係ただそこには付き合うとかそういう異性のあれはないわけ、ね、これももう言った親友ね ああまあそうだもんな何、うんうん、かそういうまあ言ったらあのセフレとかはその男女の関係表しててまあその他のやつも。 全部男女になってるんだらしいですよ。変な変な略語なんかもう全部ひっくるめて親友でいいやしって思うけど。まあそこまで仲良かったらみたいなね。てか五十音全部あるのかな。まあ言ったら自分たちはラフレじゃないですか。ラフレラジオフレンド。うんそうそ一切喋らないじゃないですかラジオ以外では。そうだ男女同士だしな確かに。そうそうそうね。そこに異性はもうないという。ないないない俺も正直ミズーさんはそう。 異性ととして見て見ないというかあ<ー>俺今ミーズさんがこのおっぱいポロリとかしても全然反応しないですし <laughs> だから俺もう全然気にしないですよ。 いやいや仮に今出してみてくださいお前出してみてくださいお前そんなことはないじいや俺本当にマジでミーズさんは異性として見てマ男でマジそんなことはないっそういうラフレだから大丈夫程度だからじゃあお前ミーズさん今出したとお前なん俺なんもなんもしない全然も反応もしないしなんだ絶対するとこのやろいやしないってマジでじゃあミーズ待てなんで出す前提で話進めてるわじゃあ脇でいいです。 やだよやだよ。脇見たらお前反応するんかいや俺絶対しれって異性と思ってる人だったら反応しちゃうよ脇。でも俺も水さん異性と思って思ってないから反応しない絶対これ反応するってじゃあ水さん見せないよ見せないよ脇なんて逆にどうせでも嫌だしそうっすよね水さん青いっすよね脇。いや見せたことねえわ 見せたことねぇクレヨンで塗ってるんですかあっちクレヨンで塗ってるんですか囲せよあれ、なんで青いんですかあっち、あんなにいやいや、青くないから見たことないだああなるほどねあぁ、まあそういう面白いねそういうフレンドがあるってないっあるらですよみさん、おふれいますおふれいなーおふれはなぁおふれなんて、お風呂…なんてさカップルやし、そんなそうよねお風呂入れるっておふれまで行ったらもう 言ったら、あれだよね、セフレだよね、もう。いや、もう、そうだ。うん、そうで、ね、その後だろ絶対男はもう、我慢できんからな、もう。うん、<laughs> その、その場で、で,でも、でしょ絶対するでしょ女性の人も。<laughs> お風呂一緒に例えば男性がいや俺はお前に対して何の異性もないしみたいな今の童貞プーキーの発言みたいな感じでみたいなやつまあプーキーにしようプーキーがお風呂これややこしくなるなだからそういう異性がない俺は異性として見てんから俺は別に水野さんとお風呂入っても全然反応しない水野さんはねラフレだからラジオフレンドねだからそういう男性が一緒に入ろうってお風呂入ろうって言ってまあ 分かんないミーズさんじゃあ許して「じゃあ一緒に入りますか」っつってし、ねはい、入るじゃないですかまあ入るとしましょう、はいうん、結果最悪そういう方向性、うん、結果もやらしい方向性にいってもおかしくはないですよね絶対女性からしてまあでもそれは意識するでしょうそうなったらそうなったでいっかっていうテンションで絶対やるでしょうん、あわよくばそう来てくれと思うでしょう思うでしょうん 女性の人もそうなのかもね。でもね。いやでしょうよ。絶対濁すわ。違うさまずそのさ女性ってさ自分に自信がある人だと思う？ああはい。まず自分に自信がそう。自分に自信がない場合、この要は自分の体にコンプレックス持ってる人なんて。はい。なんかあうん友達？はい。でも要は異性 まあ異性としてもいてなくても、はい、同性異性にじゃ関係なくても、はい、体を見せるなんてああ<ー><ー>どんだけ仲良くても自分に対してちょっとでもコンプレックスがある場合であれば、うん、ちょっと見せきれないみたいなお風呂入ることはできない<え>逆にミイズ城さんその頭皮以外でコンプレックスあるんですか

あー、うん、じゃあそれやっとそういう場合だったら全然お風呂入ってもまあでも結果は絶対そういう結論にいくしないいなると思う最終的にな、うん、お互い抱き合ってゴールするもんな絶対絶対だもんなだ,、うん、だからこういう人逆にいますっていう絶対いないだろだったらマジ銭湯行けって話だけどあー婚約<う> 交遊？婚違う<あ>さだからおふれはそういうことじゃないと思うんですよ。だから要は異性でしょ。だから男女で入るってこと思うでしょ。男女の友達同士で入りたいっていうわがままな男だと思いますよ。こは。うん、男側が <laughs> 付き合うまではいかなくても、男側は絶対いやらしい気持ちでいっぱいなんだって。だから。女もだろ。だって一緒に入るんだぜもう。 でも逆に女がいやらしい気持ちがないとおかしいわ。それはそこら辺は許してると思う。一緒に入ってる女の子もね。うん、だからもうその女の人ももうおふれでお風呂に一緒に入れるってことはもうあれでしょ。もう許してるというかもう来てくれってなってるから。うん、そ,うそういうことですよ。うん、だからそこに絶対もうあれはあるわけ。いやらしさは絶対。まあそうかもね。絶対いやらしさはある。 それはね、だからこんなね、できてますけども、こういう言葉とか、じゃぜひ。僕、私、オフレいますよという方はね、メールいただきたいなと思いますので。はい、ぜひ。匿名でね、匿名で。匿名でね、こっちも、こっちも気遣うかね。一応ね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。いや、何を。まあ、始まりがあれば、終わりがあると。 いう言葉がありますけれど、も、まあ昨日オリジンアワー木曜日が終わりましたね、最終回。そうですね、ティザミンディアンさん、そしてヒープーさんの木曜日オリジンアワーが終了、最終回しましたね。まだから見に行きたかったんだけど、まあちょっと予定があってね、前行けなかったんですけど、まあポッドキャストで聞いたらめっちゃ面白かったんだよな。あそうなんだ、やっぱ。なんか下ネタかゆ歌みたいな。大城さん、あれ誰が歌ってるんですか しし下ネタ替歌下ネタ歌あれ誰が歌ってたんですかリスナーさんですか全員へはい条件で協力してもらうああそういうことなんですねそうなんだああなるほどなるほどそういう条件がはかかってるから全員 リスナーさんが歌ってたんだいやめっちゃ面白かったなあなるほど名前言わんかったらやってくれるんですねなこの国際通りとか街行く人にそうやってんのかなっってやらせたみたいなあ全員リスナーさん最終回でそんなことしないだろ子供とか人に歌ってくださいって子供もじしたけどまあめっちゃ面白かったんだけどねまあこの後番組の話とか聞いてます 僕らはもうオリジンチャンプル金曜日があるからね。あ、あ、じゃあ、二人とも来てないですか。え、じゃあ、俺だけかじゃ。あなんか、え、あ、お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 、あ、いや、いや、すみません、これ、あの、フレコなんでね。は。あ、言うね。だから、言うなよ。そもそも、言うなよ。本番中という。俺たち。何なのよ。何が気になるでしょうよ。何を、何を、もうここまで来たら聞かして、はい。あ、いや、いや、いや、もう。 俺もわかんない。え、なんだバカ。オールもわかんない。なんだバカ。あ、でも、でもお二人はあの木曜オリジンアワーのその後番組やるかっていうこのメールとか来てないってことですよね。いや、来てないよだから。来てないよお前だけかって言うから、お前は来てるんかっていう話を。あ、まあ来週楽しみにしててもらって。なんだ、なんだわ。まあ多分ですけど、多分ですけど、多分ね、来週の木曜日はあの。 サンサンゆうやとプーキーの刺激的ラジオになってるかもし、ね、やるかよ。<laughs> まあもしかしたらねもしかしたらサンサンゆうやさんって FEC さんの芸人、うん、FEC の芸人さんのサンサンゆうやさんと俺の刺激的ラジオになってるかもしれな,いんな,なんでそんな掲げ根を事務 <laughs> 所の垣根を越えた芸人二人が <laughs> サンサンゆうやさんとお前やまあまあ,まあまあちょっとあのこれはね公表できないんでいやいや公表できないんで、ね、し,し,な,しないですよ<今>それはもう されてるかもまあまあかんないでも本当に聞いてないけどさまあ今のは冗談としてもさみんな聞いてないねいやいやだからサーネーさんモーリーさんにも聞いたけど「いや俺たちも分からんよ」って言ってたから何やるかはまだ分からないじゃあ本当に来週楽しみにみたいな感じなんだじゃあそれか来週ぐらいはんか総集編とかやれそうだけどなとかもねオリジナルはんかいろんなその時間帯だけどういった形になるのかちょっと分かんないですけど「ことぶきパンチさん」とかもね じゃ、ね、あリ、まあね、スケとかも最近もなんかちょっとオリジンアワーにも入ってますし、うん、でそのさこの「お疲れ様でした」っていうラインをお二人に送ったわけよ小刻みん,うん、うん、インディアンの。 モーリーさんとサーネさんにポッドキャストで聞きましたみたいな感じでめっちゃ面白かったですお疲れ様でした15年間っつったらモーリーさんからはなんでか珍しいどういう風の吹き回しですかもしかして来週からすっとこかってきてる一応でもそういうことだよな俺もびっくりしたもん LINE 送ったんだってそういうのお前やるんやいや俺はやる人だよ人選んでやるんだじゃあ 人を選んでというかもう単純にもう俺はもうここまで頑張ってきた人をたたえたいってなるから俺はだからモーリーさんとサーネーさんにまあヒープーさんは全然いつもこんな感じじゃないのにいや俺こんな感じだよ俺マジで送るよちゃんとまあまあお前たちには送らんけどさ絶対お前たちにはなお前たちが腹立つなまあまあでそれでサーネーさんにも LINE 送ったら面白いのが。 お前に出会ってなければ4年で終わっていたありがとうプーキーって来てるなんでいやなんでよや<い>11年前まず会ってんよやだいぶ励みになってるないや俺が励ってるだけなんでーー入ってきた当時 <laughs> やめようかなとか思ってたかしかも4年で終わってたってなんだろう <laughs> 11年前ってでも15年ってすごいよなマジで,で、ね、俺がもう9歳の時で まだパンパースしてた時です。お前長いなパンパース歴。おおもうだからそっから15年ってもうすごいですよ。じゃあパンパース歴の話せえ。まあまああの0歳のまあ11歳まで俺はパンパース長いなお前。よちよち歩きだったし。変なやつ変なやつです。はい。いや面白かったよ。変なやつでした。僕の相方変なやつでした。はい。ありがとうございます。ツイッターでツイキャスの方でも失礼しました。ツイキャスの方でもいただいて。 おりますやいろいろとありがとうございますスピーディワンダーさんからいただいておりますけどもありがとうございますあれプーキー痩せたとミズも痩せたと来てますよまあ俺は痩せましたね本当にま10キロが痩せてます今あ、そうなんだでもさお笑いライブの時もさあの照明スタッフさんがプーキー痩せたねって言ってたよ遠くから見ても痩せてたみたい それはももうう痩せましたから顔を大きくす顔を大きくするるるたためめにに顔 <laughs> 顔をを大大ききくく絞見せるためにはなんか遠近法じゃないけどを絞ってい顔を大きく見せるためにはそれはどういう。 意味、目標があるわけなんかそういうね芸人として顔大きくなりたいっていう目標があってままああそういうことですよすごいなキャラすごいでしょだからちゃんとキャラなんか維持しようせいて。目標があるんですねえそして翔くん太れと来てますねはいありがとうございますそうなんですよね僕も最近ダイエットしてますんでねぜひ応援よろしくお願いしますね顎ごを立たせるためにね顎ないからねないから少しでも顎を見せないといけないんですよだから二 顎とかなったら本当に顎ないんじゃない？別に見見せても面白くないけどね。面白いけどもっと出していけば顎なしとか全然。顎ないキャラで行けばいい兄弟みんな困難なんですね。そうなんだ。一応お姉ちゃんとかうこのなんていうですか鼻から上全然似てないんですよ。でも顎だけそっくり。顎だけ兄弟。そうなんだ。顎がないんですよ。いやアナ兄弟みたいな。言ってねえだろ。聞こえかたはそのそれぞれだ。兄弟みたいなね。ええいただいております。ありがとうございます。はえそしてえ。 お初ですかね。さえさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、えー、今仕事で内地にいるんですけども、まああす朝。 の日曜日沖縄帰りますよ楽しみということでおありがとうございます沖縄来るんですか一時起床ってことかなってことですかねおおなるほど今聞いていただいてるんですねありがとうございますゴールデンウィークの休みでってことかなああなるほど岩手のゴールデンウィークでもそうですよええ岩手のカンボジアさんからもいただいておりますありがとうございます暇だから那覇まで来て聞いてますとありがとうございますありがとうございますええ嬉しいですねうなんかめっちゃ泣いてるよでもな泣いてるね顔文字が顔文字がすっげえ泣いてんだよな おどうどういう意味合いが込められてるのかな。<laughs> いやいやで来てるのかな。まあ、<laughs> あれでしょ。ええ、岩手のカンボジアさんってあれでしょ。木曜オリジンアワーの、うん、あの,あのファンの方々。はい。ファンの方々というかファンの人で。 ありがとうございます見に来たってことでしょありがたいですよね最終回を昨日の多分ねスピーディワンダーさんから見ていただいてますまた代表かモーリーさんに怒られるプーキーの予感とあらららら適当なこと言ってねその前振りですねアニゾーさんから規制ってきてますねあ、俺奇性って言っちゃったか規制奇声ね奇性のこと規制って俺もたまに言うからそれじゃないお互いのねあふれなあふれ奇境かん奇境 うままああいいいやありがとうござまったん CM さ挟ますかメールなどなどお待ちしておりますのでよろしくお願いします本日ポッドキャストの方でも配信してますのでねそちらでは動画でご覧いただけますのでお楽しみにメールお待ちしてますメールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっておりますそれででは一旦 days. このの番組は良いい品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしますちょっとまて うん、この声はちょっと待ていすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはいお菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待ていそういえばシャンプーも切れてたなすぐ行くぞ洗剤も安いなにや早く来いよいしょをいつも安くビッグワン78.0メガヘルツ 夢を叶えるラジオ。Z Z さあ、オリジンチャンプル始まっております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。ツイキャス、コメントなどもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いいたします。あ、私そば庄ですよ。私。 ルーキーですよ。小山好きです。よろしくお願いします。<laughs> はい、お願いします。はい。いや、ね。バスケのしたい時期になりましたけども。そうですね。どうしたのいきなりバ<ス>。<laughs> バスケなどされますか?。私バスケはあまり経験がないんですね。<laughs> あ、なるほど。<ー>みーずーさんはどう。ですか、はい、遊ぶ程度では好きです。 はいい了解で何何そそれれ興味なんだって聞まああの先週さなんか話したかったやつなんだけど時間がなくてさ話せなかったこの話をねちょっと今しようかなと思うけど怖い話かな怖い話というかその先週おっぱいの話になったさ 先週おっぱいの話だったさどんな話だっけ流れだっけ東坊宗さんからメールいただいてその関連でなんかおっぱいの話になってみたいな感じでしたねまあまあそんな感じのやつでさその俺があそういうことなんだって思った話があって人間ってさ女性の人って胸があるでしょ胸が大きいとかなんかそういうのあるさそれって人間だけらしいのよ <え>その動物で胸がある動物っていうのは人間だけらしいわけよ。ああ<ー>そう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 はいはい、はい、そういうことか。でそれは何でかっていうと、うん、あの人間が二足歩行だから。で、うん、その動物っていうのは。うん ったらさこのメスの尻を見てお尻ねお尻を見てそれにまあんかムラムラするっていう野生本能というか動物的本能で交尾とかするわけよ。で人はこう目線が高くなるさこの何かんていうのこの二足高校だったら。でそしたら尻に目がいかなくなるさ。そそそううねしたら動物的なんかこの なんていうの交尾するっていうかムラムラさせることができなくなるわけああ<ー><う>はい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 はね、うん、女性は、うん、胸を尻は見立てるわけよ。はえ、うん。へ要は尻って盛り上がってるでしょ。はいはいをいはいはが見てムラムラしい交尾をして子孫繁栄ではいは、ねうんうん、いは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 い ムラムラするさせるためにこの胸ができてるっていう膨らんでるっていうそう膨らんでそれでそのオスこの男性をムラムラさせるっていうらしいよっていう話で動物はお尻でそうもう人間だけだわけよ二ソ高校の動物ってエロさを出すんだそうそれでムラムラさせて交尾させてみたいなはっていう話ででも俺今思ったんだけどあの 群馬の有蔵さんからも頂い,いてるんですけどはい、はい、牛もおっぱいあるよと、うん、牛もおっぱいある説に関してはどう、うん、あそれはですねあの父父出ないじゃないですか人間ってまあ赤ちゃんができたら出ますけどね、うん、まあでもそういうあの生態なんでしょうな。 ふふわわ知るでもなんか俺はそう聞いたよ伊藤人がなんで胸あるのかっていう言ったらゴリラも近いけど確かに牛に関しては四足高校で見えないところに父がある的なねそれはこの牛はあれじゃないめちゃくちゃ赤ちゃんが父飲むからそれで父を蓄えるためにでかくなってるってことじゃない父がいや分からんけどさ分からんけどよ でもお尻を動物は四足をこのオス動物はお尻が基本的にそうそれでムラムラさせるオスを、うん、でも人間はそれができないから、うん、その尻,尻に見立てたこのおっぱいが大きくなったっていう説があるということ、うん、はあ。いうことは人間でお尻がでかい女性の方はそうお尻で強調しているという意味合いもだから この外国人の人いるさなんか、はい、めちゃくちゃこの人なんでこんな尻でかいバッテあれ思うよな外国人の方別に悪いことじゃないけど <laughs> まあまあだからえこれシリコン入れてんのってな,るんだよな,なびっくりするぐらい、ね、まあでも実際それを俺たちが見てるってことはムラムラしてるってことでしょだからそういうことだわけよまあ正直あそこまで行っちゃったらっうん、うん、まああそこまで行くとなさすがにびっくりがすごいインパクトがでかいからさなあ あれですけど、うん、まあまあでも言ってることは一応わかるね女性っていいうことらしよは人間の女性でいうと胸とかうん<ー>まあでも正直さ、うん、まあみんながこの巨乳とかだったらこの説は立証されるけどさ、うんうん まあ貧乳とかもいるしねうんうん。まあそれはもうどうしようもないよねにわかに信じがたいというかよ自分で言ったらダメだろ一説っていうことかな俺はおおってなったんだけど一説でねその話があ群馬の有蔵さんからいただいてますよ牛も妊娠しないとお乳出ないよと論破するな俺のこと論破しようとするなもっともっと言ってくれ有蔵さん テンパるだろう。四パするな。返し方がないからだもうスがないからだ。牛のネも出ない。出たんだ。牛は妊娠しないと出ないの？俺も初めて知りましたね。え嘘だ。牛も同じなんですね。じゃあ。牛乳はどうやって取ってんの？じゃあ要はええなんていうの？乳牛はまあ子供一回産ませてから出るようになるってことなんだじゃ っっててここととでしょまあだから単純にシンプルに妊娠しないともうお乳は出ないってことでしょそういうことか。へえ AV で見てるあのなんかそのさおっぱいから乳が出る女の人ってあれ何なんかな、うん、あれすごいよな。でも女性の人でも、うんうん、そうなのかな 確かにそれ言われると妊娠してない女性の人でも、うん、私実はぜ母乳出るんですっていう動画あるさ嘘あるんですよ。 あ、そうなの。あれは妊娠してないけど出るっていう人もいて、あれが本当かどうなかなのかわかんないんですよ。まあもしかしたら CG かもしれんな。どんな CG かもしれんないな。どんな CG なの？騙されてる。男優は飲んでるふりをしてるわけじゃん。そうそう。口パクパクしてみたいな。まあまあ。っていうのがあるんですよ。ちなみにミスさんは、あのミルクの方はあ出ません。あ出ません。出ません。なるほどね。もちろんです。あそうなんはい。 康太くんは出るって言ってたけど、なで？もね、あの男性でも出る人いるみたいですよね。すごいなんか神秘だね。あのあれで見ましたよ、探偵ナイトスクープテレビで。あはいはいはい。で YouTube にもあったんですけど。私出るんですっていう。え、男性が出てたわけ。おっさんがはい。わ、すごいな。が出るタイプなんで。はい。なんかね、そういう特殊なんでしょうね。そういう ああすごいな<ー>何の役に立つんだろう、はい、だからなんかそういうのあるんじゃないですかだ,だって言われる聞いたことあるのは、えー、妊娠してなくても、うん、なんかそういう妊娠してる雰囲気というか体が女性の方でね、うん、妊娠してる雰囲気というかそういうなんか想像で出るみたいな人も想像妊娠とかそういうのもあるじゃないですか。あれ,あれなんなんかな なんかそう考えたらよく分からんねえ人間の体ねね不思議ねだか妊娠するんすかあれって要はだから要は行為がしてて行為を終えててちょっと体調が優れなかったらそう思い込んじゃうやんにあれみたいなえでもそういうのもそうああどうなんだろういやまあまあそう思って膨らみはしないでしょでもお腹は。 脳が勘違いいするってことかななじゃで要は冷たいスプーンで目隠しして暑いですよっつってペタッて言ってやけどしたみたいな話あるじゃないですかああ知らないですなんで知らないのその話詳しく聞かせてくださいいいそう言ったから言ったから俺今あるんだそんなあるんですよそういうのええすげえ目隠ししてて男性が一人ね縛られててでんか暑いよっつってもう言い聞かせてで全然普通のスプーンを肌に付着したらやけどするっていう。 おお、おも、思わせというか、頭の中でそういう勝手にせん。うん、なんかそういうのがあるらしいんでね。ええ、きゅうぐしかしの俺さんからしょうくん話長いとなんで。よかった、入ってくれた。豆知識、豆知識。言ってくれた。長くはなかったでしょありがとう。まあ、まあ、でも、僕思うんですけど、まあ、最近俺単純に話変わるんですけど、ちょっとね。 胸よりやっぱお尻見ちゃうなっていうあ、それで言ったらよ胸張っているさお尻と胸どっちが好きだわっていう人いるさいるというか聞いてあ俺は胸タイプだなっていうか胸派だなっていう人いるさ言ったら俺のさっきの説で言うとみんなお尻派だわけよ結局は基本そうねさもうベースはそうだから胸はそのお尻に見立ててできてるわけじゃて肩にったやつみたいなそうそうそうだからみんなむる おお尻尻派派よ無だからお前が今お尻派なんですよっていうのはもうそれは間違ってないもうそれはもうみんなお尻派だからねえそうなのなんか何ていうの若い頃は胸派だったけどなんかこの年を取っていくにつれてお尻派になっていく人ってああそうなんけどそれは何野生に帰ってってるってことそそうなれが なんかよみがえったというか、よみがえってきてるんじゃないですかね。いや、ふわふわするな。あ、だから、何それは。いや、だから。もう、単純に、なんか。でも、俺も。ね、む胸派だったんですよ。うん、うん、うん。やっぱって見んの。もう、最近から、なんかね、お尻派になって。うん。なんか、聞くじゃないですか。年を取ると、お尻を見るみたいな。うん、うん。ね、ね。うん。 なんかそういうのを感じてきてるなと思って結果みんな知りに行くんかと思って<ー>ああ<ー>そうなんだでも女性の人でも嫌じゃないですか胸よりお尻見られるのって嫌じゃないですかいや胸の方が嫌だろうああどっちかな尻は分からんもんだって後ろ向いてるからなあ確かにお尻は気づかないかもねあんまりあじゃあ胸の方が嫌なんだ胸見られてる時の<は>ああ胸見てるっていうのは感じるんですかこれ いやもう目線が明らかに下にいってるでしょ。えそうなんすかえ今プーキーの目線は完全に胸にいってる今バレました何かなん当にさこっち見てるようでここ見てるのかなじゃ今今俺とプーキーが話してて今までの時間でこいつ今父見たなっていう瞬間ありました あ、分からん。それは、じゃあ、なんだろう。意識したらわかるけど。自分も相手を意識した瞬間はわかるけど。でもこれ察知取るの早いと思うんですよね。怖い怖い。めからすごいやつ。怖い怖い。あいや。ずっと目見てるやし相手のミズさんの歯の間に白髪がめちゃくちゃ溜まってた。あやってない。溜まってない。ミズさんの白髪がちょっとどっ見てる場合。嘘です嘘です。まあまあまあはい。白髪？ みん <laughs> ない。<laughs> 黙ってないよじゃあサッ取るのが早いと思うんだよ俺で俺とブーキーが今じゃあ今話してて、うん、これからの間で、うん、あ今胸見たっていう瞬間 <laughs>、うん、言ってもらっていいですかちょっとあ分かったでもそれ言ったらもう面白くなくない だからルールとしてルールボケに行っちゃうさ、もうなんか,だから俺らはだから俺らは男性として見るさ、見ちゃうさ、やっぱでもミズーさんってよ、そんなに恐乳じゃないからな一応言っとくけどなんていうか、一応胸は大きいと思うけどそんななんかグラビアみたいな胸ではないでしょ、ミズーさんってえそんな大きいんすかい<や>えっ、俺めちゃくちゃテンション上がってますよ <laughs> そんなでかいですか？俺今めちゃくちゃテンション上がってます。だからうちは俺もそんな目であんま見たことないっていう言われるよ一応。え？あ言われるんですか一応。言われるサイズとか言ったら。あでもミズさんあるかもな。俺事務所でミズさんと会った時に、まあ夏頃でなんか結構肌が露出してて胸が強調される服着た時は確かに見てたかもな。見てたかもしれない。その時ミズさんのいや別に強調する服着たことないしうち。いやありますよ。でもタイツ好きじゃないですか。 対続きではない。あ、無類の対続きの制作だ。やめろ。あ、そっか。そうか。オープニングで死に見てるやつって言ってた癖にね。オープニングで見て確かに。いや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 。えなんすかなんすか。でも分かるんだって本当に。いや、俺だから男性からしたらこの話は男性からしたら俺らはもう自信はあるさ。見てないジラをするのは自信あるさ。要は。 胸見てても、うん、見てませんよみたいなじらーするのはうまいさはい、はい、それをもっとさらにバレてるのかっていうのが気になるんですよ、うん、女性はいやそれはもうバレてるよ男なんてバカだよ俺でも自信あるけどないや分かるよ分かるだって目本当に分かるもん<俺>なんか動いてるの、うん、っていうか俺たまにお前普通になんか今こいつ女性見てるなって時あるよお前 <laughs> 俺、うん 俺でもわかるのに、まあ。そういうのはあんまり言わんでほしいな。俺でもあるからさ。いやいや、国崎さんがわかるんだったらね。俺じゃあ、じゃそれはがっつり見てるんでしょ。女性歩いてる女性をがっつり見てるんでしょ。うんまあまあまあ、なんか国崎さん胸見てるんだろうなみたいななんかとかいやあるよあるよそれは。まあね。いや見る見るけど。まあでもだから水さんはそれわかるってこと。でわかるんだ。男性からの。女性はわかるよ。へえ。うん。へえ。それがなんていうの大き かろうと小さかろうと女性はわかると思う。それ見られてるって察知した時はどう感じるんですか。どう思うんですか。いや何も思わない。何も思わないですか。国費あよみたいな。家に持ち帰ってみたいな。思うでしょ。なあ、思うでしょ。国さすがにさこんなってずっと見られてたらなんだばって思うけど。直視されたら。ちらって見られたら。でもなんかちらって見られ。 なんもれるなれてるんだ単純に女性としてねえんかそんな見られてるのもんかあちゃちゃそういう意味ではないけど別に見せてってるんだ違うまあだって女性います。見られたいがために演劇やってるんでしょう違います自分見てもらいたいがためにああまあみんなそうだよみんなそうだよみんなそうだったらなれ まあまあねえさんからツイキャスコメントだいてますよ最近入ってきた会社の後輩でアイカップみんな胸しか目にいってないちなみに私もやっぱりちょくちょく胸見ちゃうとそりゃ見ちゃうでしょ女性でも見るよ女性でも見る形綺麗だなとか思ったら見ちゃうもんお尻もだけどそりゃ見るって大きかったらねんなら女性の方が男性より見てるかもしれん なんかやっぱ憧れるラインとかあるさこののそういう目線で見てるってことですよね女性からしたら、うん、男性からしたらもういやらしさしかないですからね絶対, <laughs> 絶対そうでしょでもまあ俺たちでいったらあれかそのこの外国人の人とか見て「うん、あの人めっちゃすごいな筋肉」みたいな。 感じのテンションなんかな。あ、そうじゃない筋肉むきむき足しせすごいなあみたいな。そう、テンションなんかな。いや、わからんな。俺も筋肉好きからしたらね。うん、まあね。ヒーフミーさんからいただいてます。はいはい。最近は V ネックの男の人も見てしまう。なんでよ。ああ、なんでか。なんでよちょっと。え、ヒちょっとそういう扉開いてるやし。ヒーフミーさんって男性男性ですよ。男性です男性です。もうがっつり男性ですね。 ああなるほど、ね、V ネックねでも女性でいうそういう感じも見ちゃうよねだからそれは見に店に行ってるから俺はいいと思ってるんですよまあそりゃそうだろう店に行ってるもんなそりゃまあね、うん、そりゃそうよってことですよね店に行ってるもんそうなのかな店に行ってるよそりゃ水野さんはそういうのはつけないじゃないですかう,う,うちはあんま着ないねああ だからこれのなんかね、ぱっくり開いてるようなやつ着ててさ、うん、やっぱ男、生き物ですから、ちらって見ちゃうじゃないですか、うん、ああ、今見たでしょ言われたら、ぶっちぎれますからね、絶対。違う、そういうの、女の子も見るって、やっぱり。なんかどうやったってメイクったてて まあだから、それ、それで、言われたら、おかしいでしょ。おかしい、おかしい、おかしい、それは。おかしい、やめろ、お前戦争とか。お前北朝鮮、お前発射したらどうする。お前のせん俺のきっかけで並んだ。お前のきっかけで、あ、北朝鮮とおかしくな。っなんで向こう側、この時間帯、このラジオ聞いてる。聞いてるよ。ふた、民ね。伝わらんだろう。これ、僕、時期だから。 あのアナウンサーが通訳してんのか、これらのラジオを言いたくないだろう。言うならばね。だから、そのねまだ大丈夫です大い夫話すだから、もう自分も頭皮が、もうね、ちょっとお疲れになられてますので、お疲れになられてて、水さんも分かるんじゃないですか、今、この人、私の頭皮見たみたいな。 ないっすか <laughs> じゃあうちは正直まだ、はい、あの前髪とかで隠せるラインが <laughs> え。が今日めっちゃさらけ出してるじゃないですか今日さらけ出してるけどねえそのまんま東みたいですよ今日は <laughs> 水さん,そのまんま水 <laughs> でもうちはそこまで感じたことないかな あ、やっぱ胸が多いですね。だからね、えー、そう、そう、そういうことでしょう。ハゲてる人も、ちょっと、そういうの強いかもしれんね。だから、たまに、俺の頭皮と会話したいのかな、この人って,って。いないだろ、そのなんやつ。ずっと上見てから、<の>俺と目合わせて。てね、といたいた。いるんか。うん<お>。で、ハゲてる人、だから、気に、するんじゃないっすよ。 コンプレックスはやっぱりああこ,この人俺俺の今豆腐見たああもうもう終始見られてる感じ <laughs> 終始目がウ投手と, <laughs> と安<心>な投手 <laughs> 見られる場やそうそう見られるよへえつるつるだからだろだからこの、うん、なんていうのライブのそのアンケート用紙とかに、うん、まあなんかみんな面白かったですネタの設定良かったですみたいな、うん、アンケート書いてくれるけどもうブーキーの頭がテカテカすぎてとか いやテカテカにしか目いってんやしネタ内容全然入ってんやしとかあるから一番テカリがすごかったの照明当たるからそううねこれ肌がきれだからそんななのそれともただ単純に皮脂っていうのもありますしやっぱ傾斜がね頭の傾斜がテカリやすい位置にあるんですよいやそれにしてもじゃないんか本当にさじゃいようなよなんうう陶器のような つるつるつる感だよね。見た感じ<器>。<laughs> ああ、なるほどね。うん、光沢塗ってんみたいな。そう,そうそうそう。本当にいや自分でニス塗ってんのこれ頭。まあ一応塗ってる場合。<laughs> <laughs> 一応塗ってる。あ塗ってるんだ。塗ってる。あじゃ塗ってるんだったの。塗ってる。ちょっと隠してたんだけどこれは。キャラ作りのために。うんちょっともうバレ死にキャラ作るやし。再来は。さあ一旦 CM 始めたいと思います。はい。メールツイキャスコメントまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いします。メールアドレスが origin at mark fmnah dot jp すべて小文字で origin at mark fmnah dot jp となっております。それでは一旦 CM です。 この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしましたはいどうもリップサービスでーすえ森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前良い品たくさん並べたのかあ今日も滑り知らず当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復 Z ッ間違いなし Z ってお客さん倒しちゃうんですかそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋とバカ良い品をいつも安くビッグワン

いやーツイキャスでもね、サ、はいえー沙さんから、はい、会社の上司と会話してるとき、はい、上司の目線がいつも私の口元なんですよね、うん、口元に何かついてるのかなって不安になるということで。うん 口元。まあだからさっき俺がミーズさんの口元見てたのはあの白髪溜まってんなっていうことだったんで。溜まってない。そういう意味で見られてるみたいな感じになるやつ、さえさん。そうそうそう。いや冗談ですよ。違うでしょ。まあなんか口元のエロさがあるんじゃないですか。セクシーなんじゃない？セクシーみたいな。プルプルな口元。でもプルプルだったら見えますよ。ああ見えます見えます確かに見る。ちゃう見ちゃう。あのプルプルの唇は。 特ですよあれは絶対。<laughs> <得 S 1> っていうのもあるし、うん、俺俺もなんか口元見るわけよ。お前口黒いよな。あの口元、あの水さんとか、女性の口元見て、あちょっと青いなって思う。 ときがあるんですよ。タタタタね。青いや水水さんはおまないでし。あ口の周りってこと？口がちょっとこの上のマッチブイの上ね。あの鼻の下のとこね。そうそう。髭ってことですか？髭剃ってるかな。ちょっと青いなみたいな感じで。え女性でいるそういう人？あ結構なかなかいるよ。えそうなんだ。なかなかいる。目の下。目の下。目の下。鼻の下。青？ああちょっと青ざめてらっしゃるな。えー。 見たことないな。ひげ生えるんですか？ひげ生え、でも一回は剃ったでしょ。剃ったことないよ。でも産毛だったら普通に顔に生えるでしょ。みんな。沖縄の女性はみんなあれでしょ。小学生の時はもうボボでしょ。いやいやいや、濃いっていうからな。あでもボボでしょよ。まあ沖縄濃いって言うけど、そうじゃない人多いよ。ええ、水さん。みんな通ってないんだあの道。水さん今日なんかメガネかけてますけど、メガネどこで買ったんですか？ 合わせのサイクル感いやアフターもバッチリじゃないよやさっきやったやつやんねーアフターもバッチリじゃないよ CM 中に新屋さんとのくだりやんないよこっちでいや面白いちゃんと新屋さんこのポケやりますって言うなや行く前にはいじゃあメールいきましょうかはいお願いします水さんもそれメモってたんですか大読みみたいな感じで合わせのサイクル感とかやっぱいゴヤチヨーガリスットコクラブのチェリーお。 夜は黄金あ夜じゃないな雨は黄金塔が一番おいしいと感じるトンコチューです <laughs> ありがとうございますありがとうございますあ感じるって言っても下の話じゃないからななんだ違うんかいあ感じるってチャリに…あ <laughs> …あ、感じるってチャリーには刺激が強すぎたかなチャリーよったら、ね、<laughs> <リ> <laughs> 誰なんでしょうねうううううう,う強すぎたかな,な,なもうそ,そばしおったら ペニバやろうだな<ん>ということでさオリジンライブお疲れ様とっても面白かったです。<う>えー、チェリーの演技がうまかったな、うんえー、目を見開く姿ちょっと県総合公演の植田 植えたえ恋みたいだったねほからわ一応わかりますそれ。わかるわやでは今からスポッチャ行くから忙しいのでさよならスポッチャ行くんだ P.S. プーキーとスポッチャ行きたい嘘つけ嘘なんだろどうせ嘘なんだろーほらほら嘘なんだペニバン野郎っていうのも嘘だペニバン野郎は嘘でいいよチェリーの演技が上手かったなっていうのも全部嘘ーはさまっすひー ええ、なんで、もう日本語でもないし、頭おかしいね、遊びまかせて意味がわからんことになってます。で、画像でね、展示されてますよ写真、雪公園の猫っつって、犬草の声、だからよ、合わせの、犬草の俺に似てた声を映せじゃあ、プッキーさんじゃないのそれ？なんでそれは俺だけど、まああの猫ね、可愛い可愛い、でもいやしかデージ汚れてるな。 あ、そうなんだ。びっくりするな。なんでこんな汚れてるんだろう。でも可愛いな。乗らねえ構えか。まあはい。そうですね。ライブありがとうございます。ありがとうございました。水さんもねお手伝いで、はい。音、音響、照明、あと映像三つやってもらってね。はい、そうなんですありがとうございましたね。はい。 そうなんです。よそうそうなんだ。ナレーションをミズさんがやってます。はやってます。やもう言ったらあのネタ出てたもんね。あ、出てた出てた。出てた。何のネタ出てたんですか、じゃあ。ミズさん。うち G2 ぐらいで。G2 で。G2 で。何のネタやってましたっけ。何のネタだったかな。だったかな。何のネタだったかな。何やってたんですか、じゃあ。目めいっぱい時間とりますよ。いい。めそこまでね。こんな持ってくるんだったら。 こんな乗ってくるんだったら、それは掘りますよ。嘘ですよ、私映像でした。映像ね、嘘か。マジミスったらぶっ殺そうかなと思ってたんですけど。いやいやいや、なんでか。ミスったら、マジぶん殴ってやろう。いや、やっぱりそう。ミスるなんて、そんなないですね。まあ、だから、良かったです、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。すぐ。しかし、俺さん、音、音響って、あの、上げ足取らないでください。あふれ。あふれ。あふれ。

なんんかかちょっとわらん俺だけかもわからんけどちょっとこっ恥ずかしい感じがお子さんとか子供がいればうん、うん、いけるけど大の大人がみたいな感じ<ー>、うん、俺の変な固定概念お俺はねなんなら体育館借りて体育したいぐらい。 そのラインはいいと思う俺はそのラインはいいけどスポッチャっていういいんだけど楽しいけど行きたいんだけどね一応正直言るたらが恥ずかしいってことなんかなみたいな行ったら自分たちあれじゃないですかやっぱ高校の時ってラウンド1ってめちゃくちゃ行きませんでした行ったねあ行った行ったボーリングとかしたなもうだし多分今の高校生とかもめっちゃ行ってると思うんですようんこのラウンド1のスポッチャとかボーリングでだからちょっとまだお子ちゃまだなみたいな感じで見ちゃうんじゃない 俺たちがね今この年になってよまあそれと似たような固定概念があるからねちょっと行きたいけど行けないみたいな感じあるんですよね変なとこ変なとこね要は寸止めされてるんだな寸止め今日ツイキャスで旧串川市の俺さんから「スポッチャは本当だよ」って来てるんだけど。 なんで知ってるの？あ、キウグしかしたの。俺さんも一緒にくれたの。ああ、そういうことか。一緒なんだ。えスポーツする時ぐらいはサングラス外してください。危ないね、確かに危ないちょっとね。危ない喧嘩とスポーツの時はさ、外してください。一応もう外したら大変なことになるって聞いたからね。何が起きる？風の噂で。何が起きるわ。なんかなんかそのなんウクラシいろんなものが、いろんなものがウクしい

森和子やいん言いたいだけやし <laughs> それ。<laughs> 寄せにいってるやんしちょっと森和子のメールいや来てないな森子のメールは来てないです森和子さんのメールも来てないし他のメールも来てないということまあまあまあそうですあありがとうございますじゃあ3分間ね4択半択あれ寄せにいってるなちょっとちょいちょい先から4択半択しましょうそれでいいな自分のスタンスはまあ何かにこんにちはしたことってあります何かにこんにちはしたことありますどういうことホームメールでこんにちはするときもあると思うんですけど何かでこんにちは 誰かにこんにちは。何すかその話。何なんすかそのテーマ。いや、俺はないんですけど。いやいやみんなないだろ。俺は一人しかないだろ。ね。はい。あります。あのそうさっきライブでねあったんですけども、このネタでねおの俺ら個人ネタやったんですけど、コントでねあのやったんですけども、このシャツをつけてるんですよ。僕が。 えあのシャツ、白シャツ,ね、白シャツをつけてるんですけど、うんはい、この白シャツがね僕の仕事着なんですよ。この白シャツが僕の仕事着で、うん、俺もこのシャツ以外仕事着ねっていう状況だったんですよ、俺それ知らなくて、うん、自分のシャツの数を家にあったのを持ってきて、うん、ちょっと汚れてるっていう演出なんですよ、シャツ。うん、で死に汚して して演出というかネタ中にプーキーが俺のシャツをバジーやってなんかそううい怒るっていうね俺がボタンを探すというシュールな時間があったんですよネタ中に家帰ってシャツ探してもないしあいや俺あれめっちゃ悔しいってなって。 俺、次の日の出勤、それでいきますからね。マジマジでうわやばいな、それないや、買ってけよ買ってからよええ。セロハンテープで貼っつけたからいやいや、買っていけよーは、やばいなシャツの確認してんかったから、デイジだってよ、あれやばいな、それやらんければよかったなって、本当に後悔していやいや、本当にああなるほど朝からだから、もう、あいやーってなって、朝気づいてまあ、でもその分、笑いは取れたからね、よかった プラマイゼロあったわ。え残念ながら、僕らはちょっと G1 から落ちちゃったんですけど。はい、残念でした。来月も頑張ります。のでぜひよろしくお願いします。はい、ええ、メール追加スコメイトと、いろいろ、ありがとうございます。はい、本日のお相手はすっとことこいストバショット。すっとことこいプーキーと。劇団生小屋みずきでした。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。また来週。